まだ一緒にいたいねとか自分でもおどおどしてる、かわいい。なんか追う声が良かったのに急に追われる声になっちゃって嫌。でもそれ悪くない？なんだっけ、ヤッホー、こんにちは、なぎさチャンネルの時間です。ちょっとほんまはこの画角じゃなくて違う画角をチャレンジしたけど、いろいろあって結局車になりましたちょっと私たち今心臓バクバクしてます。もうしんどい、もう怖いわ一気に目覚めたし、一気に疲れたような、なんかドッときたような、もう怖い怖い思いをしました。ということで、暑い、なんだっけ、暑いな、うん、つける。で、まあ恋愛のエピソードを募集したので、まあそれについて私たちがわーわー言うていきたいと思いますじゃあ早速やっていきましょう。はい、じゃあ早速、これ質問来てた、質問検査何ですかって。何ですか？これはでもいい、楽天で買った透明のケース。あ、そう、100均になんかあったんか分からんけど、にあるステッカー入れてるだけです。ステッカーを聞かれたんじゃない？あ、そうなんかな。これちょっと分からないんで、あのまだインスタ探してきますで載せてもらいますね。はい、じゃあ読んでいきます。私がいつも通りあとちょっとあの食べながら食べて飲みながら食べ飲みしながら、そう、今日は食べ飲みしかしてない。てか最近同じような価格ばっかり。皆さん何が見たいですか？ちょっと限界があるんですけど、どんな YouTube 撮ってほしいか教えてほしいね。じゃあやっていきましょう。早速読んでいきたいと思います。お願いします。受験の時に見た地方大学のパンフに載ってた女性と大学入ってから出会ってお付き合いしました。すごくね、どんな出会い？パンフレットに載ってた子ってこと？パンフレットに載ってた女性と、だからその大学の在学中にパンフのモデルをしたってことだよね。そうじゃない、14とか13とかじゃない、ね、めっちゃ良くない？ね、自慢できそうじゃない、いろんな人に、うん、だってしかもパンフレット乗るってことはさ、めっちゃ美人さんだよ。綺麗な人、ええな、いいね。それはどういう風にさ出会ったんだろうな。サークルとかかな。確かに確かに、声かけたからパンフに乗ってる人ですよねみたいな。やば、分からん。いいな、そういう出会いあったらいいな。次次次好きな人が彼氏よってもまだ好きなんですが、うん、どうすればいいですか？好きな人に彼氏がいて、でも自分はまだ好きですと、どうしたらいいっていう相談が来てる。そんな状況になったことないけど分からんけど、どうなんだろうな。でも辛いよな。辛いね、苦しいよな。でも別に好きになることは自由やと思う、迷惑かけなければ。好きなことはいいけど、それに今のその好きな人の彼女さんが嫌になることはしない方がいいかも。危害を加えるとか、まあ、告白するもそうだし、なんかその自分がその立場になって考えた時に人にされて嫌だなって思うことはしない方がいい。でも好きでおることは自由やと思います、うん、無理に忘れるときは無理だからね、うん、そう。展望台で告白したら彼女号泣しました。やば、なんとロマンチックな告白の仕方したね。すごいね。うん、どの展望台なんだろうな。確かにめっちゃロマンチックやな、ね、同じビルで働く面識のない方にエレベーターで名刺を渡し、そこからお付き合いしたことがあります。一種のナンパやんな、もん。てかすごくね、勇気。確かに確かに、名刺渡すって電話番号とか渡しちゃうようなもんってことや。そうだよ、すごっ。自分には無理や。電車で出会った子と付き合って6ヶ月経ちましただって。へえ、でもさ、なんかさ、ドラマとかさ、うん、映画とか小説とかそういうのない？電車のさ、なんかで、ね、一目惚れして
みたいな。でもさ、毎日通勤通学とかやったらさ、同じ時間の電車乗るやん。確かに。それいいよな。でもそっからもう声かけるのがすごい。すごいよね。うん、そんなんしてみたかったね。ね、ちょっと憧れやわ。チャリで爆走やもんな。寮から。あれだって制限時間だね、朝の時の。そうそうそう、プレハブに7時半に入らなあかんくて、朝食が6時50分に早くなったけど、うん、でもそっからね、ご飯食べて準備、制服着替えてみたいな。10分ぐらいで食べて、うん、5分で着替えて寮出て、寮出てまた学校で着替えて、そう、着いて学校の3階まで上がって部室に行ってそっから服全部着替えて、うん、下に行ってプレハブに7時半そうじゃないと朝練ができないっていう謎のルールがあって。男の子見かけたことないよな、学校、うん、行く道中でない。日の本線以外でやったことないかな、うん、ほんまに。駅の方は多分ね、いるだろう。あ、そうね、うん、電車通学だったら。そうそうそう。次、現在大学3年生なのですが、いまだに高校時代に付き合った彼女のことが忘れられないです。めっちゃ一途。高校の高3で付き合ってたのかな。ああ、かな。でも3年間、それでも3年以上、すごいよ。めっちゃすごいね。いいね、忘れなくていいと思います。無理にね、忘れる必要はないです。絶対忘れられないもん、無理に。そうです、無理には忘れられません。大学2年から片思いしてたこと、最近付き合いました。ちなみに彼女は徳島出身です。かわいい。お、徳島県出身の女の子か。彼女が女の子。あ、そうか。そう、男の子が大学2年生からいつまで片思いしてたのか分かんないけど、片思いしてて最近付き合いました。だ、おめでとうございますやな。まず本当おめでとうございます。徳島県出身か。自分の友達だったらおもろいな。確かに。ってなるよな。そことそこ、うん、まあ男の子は知らんかもしれんけど。そう、方言一緒かもね。確かに。でも、あ、どうなんだろう、どこにおるかにもよるけど、もっとゴリゴリかもしれん。あ、この間さ、ライブでさ、方言で行きますね言うて全然無理だった。ちょっと今から頑張ろうかな。ほな、そんな方言ある？あるよ、なんとかじゃよとか語尾。あ、だよとか、多分やろうとかも、あきこと喋ってる、こうだろうとか、あーあーあー言ってる。多分全然違うと思う。あ、そう。あんまりあきこと喋ってる時とかしか出てこない。喋ってみるな今から。うん、5日前に彼氏できました。だって、おめでとうございます。いいね。もう今やからね、もうウッキウキでしゃあないだろうな。うん、楽しくてしゃあない。これからも楽しみなことだらけやな。うん、夢のために別れて、自分はサッカー指導者として、うん、彼女は CA としてお互い夢叶えました。仲良しですって。今もで夢叶えて付き合ったのかな、戻より戻したのかな、どうなんだろうか、普通に友達なのかな。でもお互いにとっていい存在だったってことだよね、多分、うん、きっと。素敵なお話。うん、とけど、どうなんだろう今も。でもさ、もう叶えたからさ、付き合ってよくない？うん、戻っていいよね。うん、まあ、でも分からん、お互いにさ、そうね、叶えるためにもっと出会ったかもしれない。え、みんな今恋してんの？告白された相手に後日告白したら振られました。タイミングって大事。あ、へえ、告白し、され、自分がされて、でも多分その時はちょっと考えさせてって言って後日告白したら振られたってこと。つらっ。でも結構タイミングって言うの、言うけどさ、その気変わんの早すぎじゃない？やっぱ違ったみたいな。か、なんか追う恋が良かったのに急に追われる恋になっちゃって嫌。でもそれ悪くない？なんだっけ、カエル化現象みたいな、なんかある。それあるとかじゃない？こういうパターンは分からんけど。え、追われる恋と追う恋どっちがいい？分かんない。でも追う方が、その限度にもよるな。うん、まあそれはある。別に追われても嫌だとは思わないけど、嫌な気はしないで多分。うん、けどそこがこう行き過ぎた追われ方をしたら確かにしんどいし、
自分が追う方になっても行き過ぎた追うをすることはないけど、うん、そこまでこうのめり込んでたらしんどいじゃん。そうやな。でもどうなの、自分最初こんぐらいで相手がこんぐらいだとしたら付き合ってブーンってこうなるタイプやと思う。超えてくる、うん、そういうタイプやと思う。最初はそんなまあまあちょっと好きかなぐらいで入っちゃう。付き合ったのめっちゃ好き、あるかも。最初相手がこう来て、うん、自分がこうでずっとこうか平行同じぐらいこう、その人と同じぐらいまではちゃんと好きになるけど、うん、そこを超えることはないかも、うん、超えてるか分かんないけど、うん、ちょっと結構超えていくやろ。超えていく、超えていこう。次、入院した病院の看護師に LINE の ID を載せた手紙書いてその後付き合いましたって、すごい出会い方してる。え、みんなすごいな。なんかさ、やっぱアクションしないとみたいなこと。そうかもしれない。それはそう、うん、大事。うん、アクションから始まらん。すごいね。自分が出向いていいから始まらんのかもしれない。入院して怪我して看病してもらったってことだね、うん、でもほんまいつ出会うか分からんよ、ね、どのタイミングで、うん。旅行直前に振られただって。わ、悲しい。待って、それは無理。それさ、もう、え、旅行でしょ、だって予約とかも全部取ってるってことだよね。一人で行ったんかなキャンセル。え、でもさ、部屋も2人やから広いしさ。え、そうだよ。うわ、それはきつい。相当の理由がない限り納得できない自分がされたら。でも本当に嫌だったんだろうね。旅行にすら行きたくないぐらいだってさ、うん、ちょっと旅行に行ったらもうちょっと気が変わるかもって思ったりとかさ、うん、まあ、せめて旅行は行っとこうかみたいな。え、でもそれはきついよ。だって旅行ってウキウキしながらさ、予約とかさ、いろんな場所探したりするやん。うわー、なんか胸が痛い。今度2回目のデートでディズニーシーに行くんですけど、告白しようと思います。かわいいか。シーか。ディズニーシーだ。シーやからシンデレラ城ではないな、あれなんだよ。あ、そうなの。そう、詳しくない。どこでするんだろう、告白。なんかよくあるやん、なんか結構プロポーズとかさ。あ、プロポーズ、ね、やったりするやん、あの前で。うわ、どこでするんだろう。って言って、ディズニーシー一回しか行ったことないめっちゃ普通みたいな言い方するやん。え、でも、まあ、あのシンデレラ城はランド、それだけは分かる。帰り際かな。そうじゃない、だってさ、最初に言ってる。もしミスった時にさ、楽しめんやん。もう確かに、もう帰ろうかってなる帰り際かじゃない。まだ一緒にいたいねとか再現しなくても別にいいんだけどさ再現してくれたのでありがとうございます。なんか知らないけど多分みんな喜んでると思う、視聴者の人は。きっとあっちは別にいらなかった。おもろ。しかも、あー、面白いそんな感じじゃない。でもそうかな。でも2回目でデートでディズニーシーに行くってまあまあハードルすごくない？でもそれはそう。でもさ、よくさ、まあ、ディズニーと関係なくさ、3回ご飯行ってどうったらみたいなのある。何もなかったらもう脈なしみたいなね、あるよね。難しいよね。そんなんに惑わされてるからみんな変なことになるよ。確かに。だってその人それぞれのタイミングはきっとあるよ。うん、知らんけどな。高校生な高校生よね、私、うん、私だけ高校生。ここに多分太陽移動するあるから、ね、明日なのかな。次、5年ぶりに再会した子が妹キャラからお姉さんにイメージ変わってて一目惚れして付き合いました。うわ、めっちゃ良くない？すごいね、その女の子素敵だね。うん、でも女の子ってさ、ま、変われるやん。男の子も変わるけどさ、化粧したりね。そうそうそう、服装とかね。もう学生から大人になったら余計にこう大人っぽくなったりとかするし、垢抜けるっていうやつですよ。いいね、そういうの。なんか昔の人をこうハッとさせられるくらい素敵になれてるっていう、うん、あれなんか妹なんかさ、よくあるやん、恋愛のさ小説とかでさ、確かに妹にしか見えへんみたいな、うんうん、でも妹の方はめっちゃ好きみたいな、うん、いいな、すごいね。なんかみんな素
素敵な恋愛してるな。まあちょっと辛い話もあったけど3歳からの幼なじみのことが好きなんだって最近気づいちゃって、自分でもおどおどしてる。かわいいかわいい、いいよな。幼なじみとさ、ずっと付き合って結婚とか憧れよな。なんか小説書けるよね。書けるあるよ。あるあるある。幼なじみっていう小説あるよ。あ、そうなの。自分読んでたっていう恋愛小説めっちゃ読んでたから、面白い。素敵なの楽しい。でも実ってほしいな。確かにね。あの、経過報告してほしい。うん。あの別に募集せんでもいいけど DM でどうなったか。どうだったか教えてください。これ読まない待ち合わせ一日間違えるって。どういうこと？デートの待ち合わせ1日間違えたってこと？うん、もう会えへんや、うん。え、もうそれ連絡先なかったん？あれかな、え、おるんやけどまだみたいな感じじゃない。え、地獄。着いたけどまだみたいな連絡が来て気づいたってことじゃない？え、やだ。もうあれだね、脈なしだね、うん、さよなら、終わる、さよならってね。こっちはめっちゃ楽しみにしてたのにってなる。プンプンやわ、それは。17個年下のことの恋愛です。成人のお祝いしてあげてのはいい思い出。すごい、めっちゃ年の差。17の20歳、37とか。そうじゃない。すごいな。別に年は関係ないからね、うん、恋愛に関係ない。全然素敵。はい、ということで皆さんの恋愛をいろいろお聞きしました。何を言ったらいいかな。まあ今を楽しんでいこうということで。急にチャラいやつみたいになってる。でも今はまあ恋人がおる人は大切にしてほしいし、おらん時はおらん時でね、一人そう楽しいし、自由やからね、うん、友達といっぱい遊べるし、うん、まあどっちの良さもあるじゃん。そう、一人の時の良さもあるし、うん、恋人がいる時の良さもあるだろうし、なんかその時に楽しめてたらいいかなと思っております。ここにいたら交互しかない、半分がかかる。はい、ということで今日も京都でゆるゆるの動画でした。じゃあ次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。